はい、こんにちは、116ウィンズです。先日ワーで見る2010年代最高のドラフト開始名という動画を上げたんですけれども、その動画を作るにあたってベースボールレファレンスからここ10年間のドラフトの結果を取得したんですけれども、その際にですね、意外とこの選手このチームと契約してないけどこんな順位で指名されたんだみたいな驚きが結構あったんですね。ということで今回の動画は開始名を受けながらも、まあ、その球団とは契約せずに後にスターに成長した選手たちを取り上げていきたいなと思っております。特に高卒の選手ですと大学へのコミットメントがあるということが分かっているケースだと、まあ、結構30球団敬遠してドラフト順位がどんどん落ちていっていくってことが結構あるんですね。で、今のスター選手たちも、まあ、そういった理由などから、まあ、ドラフト開始名を一度受けたことがありながらも、まあ、その指名は蹴って大学に進学してそこで自分の価値を高めるっていうことを結構経験しているんですけれども、まあ、今回そんな選手たちをですね7人ほど紹介していきたいなと思っております。はい、まずはドジャースのウォーカー・ビューラーですね。今やクレイトン・カーショーと並ぶドジャースの若きエースですけれども、ドジャースには2015年1巡目指名全体24位でドジャースの方に入団しているんですけれども、実はですね高校時点でも2012年14巡目でピッツバーグ・パイレーツにも指名されたことがあるんですね。で、ドラフト時からですねもし契約ができるのであれば、まあ、ドラフト2位ぐらいでいけるだろうというぐらいの素材だったんですけれども、ただバンダービルト大学への進学というところがまあ決まっていましたので、まあ、各球団敬遠してまあ14巡目までスリップしてきたというケースなんですけれども、まあ、ビューラーはですね大学進学して、まあ、そこからはですねバンダービルト大の先発ローテーション定着して、特に2年生の時2014年には、まあ、12勝2敗防御率 2.64 でチームのカレッジワールドシリーズ制覇にも貢献しましたし、まあ、最終年の2015年もちょっと怪我で出遅れたってことはあるんですけれども防御率もまあ2.95 と、まあ、安定したピッチングで1巡目指名の方を勝ち取りました。まあ、バンダービルトへのコミットメントが非常に強かったこともありますのでパイレーツに行くっていう展開はほぼなかったとは思うんですけれども、ただもし今パイレーツにビューラーがいたとしたらビルトコール亡き後のパイレーツのエースがもしかしたらビューラーになっていたかもしれませんね。はい、続いてはアンドリュー・ベニテンディですね。ベニテンディといえば何でもレッドソックスで器用にこなす、まあ、レフトっていう印象があるんですけれども、レッドソックスには2015年1巡目指名全体7位で入団しています。で、このベニテンディなんですけれども高卒では2013年31巡目でシンシナティレッズから指名を受けてるんですね。まあ、ベニテンディはシンシナティの出身なので地元の球団から指名を受けたということになりますね。ただアーカンソー大学への進学が決まっていましたので、まあ、31巡目指名は断ってアーカンソー大学に進学しました。進学後1年生の時は、まあ、そこまで目立った成績は残せなかったんですけれども2年生に上がってからは打撃の方の才能が開花して、まあ、65試合で打率3割7分6厘ホームランも20本で盗塁も24と、まあ、非常にオールラウンドな活躍を見せて大学野球で最も優れた選手に贈られるゴールデンスパイク賞も受賞しました。まあ、そういったこともありまして2015年1巡目の、まあ、全体7位という非常に高評価で指名を受けることになりました。まあ、今のレッズで言うと非常に外野手が多い印象ですから、まあ、ベニテンディがいたらさらにその外野の争いが激しくなったんだろうなというふうに思いますね。はい、続いてはナショナルズのトレイ・ターナーですね。4年連続30盗塁を決めているナショナルズのスピードスターですけれども、もともとドラフトは2014年の1巡目全体13位でサンディエゴパドレスに指名を受けて、その後トレードでナショナルズに加入しています。ターナーといえば足が強みということもあってあまりパワーには着目されないんですけれども、最近はパワーもついてきていよいよ手がつけられないショートになってきたなという印象ですけれども、高校の時点では2011年20巡目でパイレーツに指名を受けているんですね。で、パイレーツもターナーを結構評価していまして、まあ、20巡目という指名ではあるんですけれども、まあ、契約金の方をかなり積んで、なんとかですね、大学進学ではなくプロ入りをさせようとしたらしいんですけれども、ただターナーはですね、ノースカロライナ州立大学への進学を決めます。で、大学では1年時から活躍して、まあ、きっちりですね、スカウトの評価を上げていったんですけれども、特に2年生と3年生で合わせて56盗塁も決めているんですから、まあ、その時からですね、やっぱりスピードは桁違いだったことがここからもわかりますね。で、この活躍もあって2014年1巡目という、まあ、非常に高い評価で結果的にプロ入りすることができました。最初に出てきたビューラーも高校の時点ではパイレーツに指名を受けていましたから、まあ、パイレーツとしてはビューラーとプターナが取れていればなぁとちょっとは思っているかもしれませんね。はい、続いてはアーロン・ジャッジですね。まあ、ジャッジに関しては特に説明する必要もないとは思いますけれども、まあ、皆さんご存知の通りヤンキースの若き大砲ですよね。まあ、ルーキーイヤーに52ホーマー放って
で最近はちょっと怪我に苦しんでいますけれども、まあ、桁違いのパワーでこうヤンキースを引っ張っていってる印象なんですけれども、ヤンキースには2013年1巡目全体32位で入団しているんですね。ただそんなジャッジなんですけれども、高卒の時点では2010年31巡目指名でアスレチックスに指名を受けているんですね。で高校時代のジャッジっていうのは野球以外にも、まあ、バスケのセンターとそれからアメフトのワイドレシーバーとしても、まあ、非常に活躍していまして、で特にアメフトに関してはアメフトの名門校からも結構誘いを受けていたみたいなんですね。ただ最終的にジャッジは野球がやりたいということでカリフォルニア州立大学フレズノ校に進学を決めることになります。で大学時代もですね、やはり打撃っていうところは非常に評価されていて、まあ、特にやっぱりジャッジの代名詞でもあるパワーっていうところが、まあ、非常に評価されていましたね。チーム内でも主砲として活躍して、でさらにカンファレンスのオールスターにも大学3年間常に選ばれ続けましたので、まあ、トップレベルの選手として大学時代活躍しました。でアスレチックスとしても高卒の時点でジャッジには一応注目はしていて、で実際にその本拠地で開かれたワークアウトってところにも招待はしたんですけれども、ただ残念ながらジャッジとの契約には至らなかったということで、まあ、今やですねヤンキースのみならず MLB を代表するスター選手に成長しましたけれども、正直ジャッジといえばやっぱりピンストライプを着ている印象しかないので、アスレチックスのユニフォームを着ている姿は想像はできないんですけれども、ただやっぱりジャッジがもしアスレチックスにいたら、もしかしたら今のアメリカンリーグの勢力図も変わっていたかもしれませんね。はい、続いてはアーロン・ノラですね。今やフィリーズのエースに成長したピッチャーですけれども、昨年はですね少し序盤は苦しんだんですけれども、まあ、後半取り返してなんとか12勝というところの成績を残したピッチャーですね。でドラフトはですね2014年1巡目全体7位という非常に高い評価を受けてフィリーズに入団しているんですけれども、高校時点ではですね2011年22巡目でトロントブルージェイズに指名を受けているんですね。でブルージェイズとしてもなんとか大学進学させずにプロ入りさせたいという思いがあったみたいで、この後の31巡目指名でアーロン・ノラのお兄さんであるオースティン・ノラを指名してるんですね。まあ、オースティン・ノラは後にマリナーズに来た選手でもあるんですけれども、ただアーロンの方は、まあ、大学進学を選ん でオースティンの方はすでに先にルイジアナ州立大学に入っていたんですけれども、まあ、オースティンの方もプロ入りの方を断って、アーロンとオースティン兄弟でルイジアナ州立大学で1年間一緒にプレーするということになりました。で大学時代からですねやはりコマンドの良さとそれから球種の完成度が非常に高くてですね、本当に先発投手としての完成度というところが、まあ、非常に高く評価されていたピッチャーですね。特に大学の最後の2年間で2敗しかしてないんですね。2年生の時は12勝1敗防御率が 1.57、 そして3年生の時は11勝1敗防御率が 1.47 と、もう本当にですね成績見た時はですねこんなにも打たれてなかったのかというふうに驚いてしまったんですけれども、まあ、それぐらいですねあの大学時代のノラというのは、まあ、非常に支配的なピッチングをしていたということになりますね。まあ、ブルージェイズとしても高卒の時点で指名しても、まあ、獲得できる可能性は低いとは思ってはいたと思うんですけれども、ただ今ブルージェイズがこれだけ先発に苦しんでいるという現状を考えるとノラがいればなぁと少しは思っているかもしれませんね。はい、続いてはクリス・ブライアントですね。今やカブス不動のサードとして、まあ、2016年のカブスのワールドシリーズ制覇にも大きく貢献した選手ですけれども、ドラフトは2013年の1巡目全体2位という非常に高い評価でカブスに入団しているんですね。ただこの年のドラフトでカブスはピッチャーを指名することが予想されていたので、ブライアントの指名っていうのは少し驚きだったみたいですね。で高校の時点では2010年18巡目で先ほどのアーロン・ドラと同じようにトロント・ブルージェイズから指名を受けているんですね。ただブライアントの大学進学の意思が非常に硬いという話は、まあ、30球団でも共通の認識だったみたいなので、ブルージェイズとしても指名はしたはいいものの、特にあの契約のオファーとかは出さなかったみたいですね。でそういったこともあってブライアントはサンディエゴ大学に進学したんですけれども、まあ、そこでですねもう大活躍しまして、特に3年生の時ですよね、62試合で31本もホームラン打ってるんですね。でアメリカの大学野球っていうのは金属バットを使うんですけれども、あのいわゆる日本で使うような金属バットとは少し違っていて、木製バットのような飛び方をする金属バットを使用しているんですね。そのバットを使って31本ものホームランを打っている、もう化け物ですよね。まあ、そういう成績を残したこともあって2013年のドラフトの中ではナンバーワンのバッターとして評価されていて、で実際に全体2位という非常に高い評価で指名を受けたんですけれども、ただもしブルージェイズに入団していたら、まあ、ブライアント2015年にメジャーデビューを果たしてるんですけれども、まあ、2015年といえばやっぱりブルージェイズも結構強い時期でしたので、まあ、そのチームにブライアントが加わっていたらって思うと、ちょっとどういう風になっていたのかななんては思ってしまいますね。は
はい、最後はアレックス・ブレグマンですね。まあ、ブレグマンに関しては本人も含めていろいろあったアストロズのスター選手ですけれども、アストロズの入団は2015年1巡目全体2位の指名で入団しています。で、実はですね、ブレグマンは高校の時点からも、まあ、ドラフト1巡目クラスのタレントだというふうには言われていたんですけれども、ただ高校最後の年に、まあ、骨折をしてしまいまして、そこでちょっと評価を落としてしまったんですね。で、ブレグマン本人も、まあ、1巡目指名を受けない限りは大学に進学するというふうに表明していましたので、1巡目指名がなされなかった時点で、まあ、各球団パスしていって、最終的にですね、レッドソックスが2012年の29巡目指名を使って、まあ、一応ブレグマンに指名を入れてみたんですけれども、まあ、もちろん本人は契約せずにルイジアナ州立大学に進学したんですね。で、ブレグマンは大学時代背番号30をつけていたんですけれども、まあ、これは30球団に1巡目指名をパスされたという意味を込めて、まあ、本人は30という背番号をつけたんですけれども、そういった反骨心を胸にですね、大学での3年間では常に安定したパフォーマンスを続けまして、まあ、チームを引っ張っていきまして、結果的に2015年きっちりですね、1巡目指名でプロ入りを決めることになるんですね。で、プロ入りしてメジャー上がってからも本当に素晴らしい成績を残してきたブレグマンなんですけれども、アストロズいろいろとありましたし、ブレグマン本人も絡んでいたということで、まあ、これからですね、球界からの目っていうのは非常に厳しいものになるんですけれども、今後ブレグマンが球界での地位をどういうふうに取り返していくのかっていうところはちょっと注目して見ていきたいところですね。はい、ということで7人紹介しましたが、いかがだったでしょうか。まあ、買い指名を入れた球団としても、もし彼らがこれぐらいのスターに成長すると分かっていたら、まあ、買い指名とはいえどれぐらいの契約金を積んでいたのかっていうのはちょっと気になるところですよね。で、今回紹介した7人っていうのは全員大学を得てドラフト1位になった選手たちなんですけれども、まあ、このまま買い指名で入団していた未来っていうのもちょっと気になりますよね。まあ、今のような選手にそのまま成長していたのか、はたまたさらにスケールの大きい選手たちになっていたのか、あるいは全く鳴かず飛ばずで終わってしまうのかなどなどですね、まあ、ちょっとこうイフの未来っていうのもちょっと気になりましたね。こういうふうにですね、大学を得て、まあ、一気に成長する選手っていうのも結構いますから、まあ、今後ドラフトなんか見る際にもですね、まあ、ドラフト買い占めというところも注目してはいかがでしょうか。ということで今回の動画は以上となりますが、今後もこういった MLB に関する話題を皆様にご提供できればと思いますので、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。